新潟の野営地に行きます。今回は、長野の蕎麦自販機に寄ってみます。ちなみに、迂回時間は、プラス1時間ほどです。すでに、寒い。バイクだと15度でも寒いです。ここから、長野の蕎麦自販機に行くようです。超寒い。電熱ベストを使います。もう少しで、蕎麦自販機に到着です。ここだな。蕎麦自販機の前で蕎麦を食ってる。二杯目を買ってる。売り切れになったら、シャレにならんぞー。ここの蕎麦自販機は、美味しいそうです。各250円。ゴミ箱の上に乗せて食うのは、良くない。それでは、いただいてみます。店舗揚げの天ぷらです。ちゃんと出汁を使ってる感じ。美味しい。二杯目は、やっぱ、そば。トッピングを用意してあります。ビッグカツが汁を吸って、微妙。少し、心と体が温まりました。この蕎麦自販機は、おすすめです。新潟の野営地までは、残り1時間47分。ラストスパートだ。
はい、野営地に到着です。ニューギアを使います。ぺったんこ。このつまみを開けると膨らむ？今日は、もう飲んで寝ます。このハイボールは、最近のお気に入り。ウイスキーの味がちゃんとする。おやすみなさい。おはよう。まずは、朝のルーティン。手を洗う。翡翠を探します。これは、霜降り肉っぽいので、狐石。これも狐石だな。軽い。狐石は乾くと、白くカサカサになります。透明感があるけど、これも狐石だろう。アオリイカ釣りの餌にする、アジを買います。小さいアジは売ってるかな？売ってた。野営地に戻って昼食にします。カツオのたたきに塩を振りかける。わさびも乗せて。買った刺身を食うのは、超久しぶり。いただきます。うめえ。すじこご飯。こんなに贅沢な昼食は、初めてかもしれない。贅沢の極み。味は腐らないように塩漬けにします。これらの味でアオリイカを狙います。これは、餅の木。味見してみよう。うまくない。もしかして、熊の糞？
すぐそこに、でかい糞があるんだけど。マジ、怖え。そろそろ、釣りに行きます。アオリイカは簡単に釣れないはず。魚用の餌も買います。定休日か。仕方がないので、餌は味のみで頑張ります。味でアオリイカ、味の切り身で旗を狙いましょう。あれ？浚渫作業をしている。こっちは、釣りができそう。今から、新たな釣り場を探している時間がないので。ここでやります。まずは、旗を狙います。入鉄かご。ニュースズ。餌は味の切り身。浅い。水深が2メートルしかない。あの人は味を釣っている。あっちの人も味を釣っている。私も味を釣りたい。サビキの針を動かす。やはり、水深は2メートルしかない。私だけ、味が釣れません。アオリイカ狙いを始めます。スナップサルカンで連結する。午後5時です。カニ網も投げ込んでおきます。角が良いポイントだろう。釣れる気配がない。あれ？当たってる。
何も釣れません。少し、移動。食われた形跡なし。テントで寝るの怖いなー。筆頭。グーフー。イカに噛まれた？イカは、魚の首根っこを噛みます。ここは、イカに噛まれたっぽいです。だが、目はフグが食ったっぽい。ここもフグが食ったっぽい。イカとフグに噛まれたのか？今日は、アオリイカが釣れる気がする。テトラのそばが空いたので、移動します。水深は同じ。ヒットしたよまた、目が食われている。新潟のフグは、夜でも眠らないのか？紙チェック。タコエギだな。餌がパクられてる。ここには、カニがいる。網を二重にします。これは、フグに食われたっぽい。イカではない。浮きを凝視してたけど、浮きが沈んだことは一度もない。味がフグに食われまくる。新潟の海は、フグだらけじゃないか。フグしか釣れない。もう、午後11時過ぎ。カニ網は、明日回収します。荒らされた形跡はない。
予行練習をしとこう。熊だー。よし。ホルモン鍋を作ります。ホルモン鍋にホルモンを入れる。いただきます。うまい。美味しかったです。マジで怖い。